みんな、ファニーボーンの歌始まるよ。ファニーボーン、昔後輩に10回クイズをしたんだよ。マジそれ。ピザ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 ってやつをね。そして後輩にここはって聞いたんだ。なになに？そしたら後輩ファニーボーン、ここの骨ファニーボーン奇妙な骨さ。おいでませ、珍探偵。今回の動画は散歩気分です。それではどうぞ。散歩気分。今週もやってまいりました、散歩気分。早速行ってみましょう。おい、パンナイパンナイ、まあ見てください、こいつの顔ね。シワがね、どんどん増えてね、最終的にシワがどんどん増えてね、キャン玉になろうとしてますからね。ああ、これはぶったまげたなんてね、バカ野郎。違うような気がするけどな。早速行ってみましょう。たけしメモ、こんな散歩は嫌だ。散歩してたらね、どんどんなんか人が増えて、あれ人が多いなーなんてね思ってたらね、なんとね、マラソン大会の真っ最中にね入っていたっていうね。あまりにも後ろから近いんでね、嫌だ嫌だって逃げてるうちにね、あー1位になっちゃった、1位になっちゃったなんてね、バカ野郎。これだし難しいな、これね。パンナイお前、これ見てください、このビデオ。パンナイ、これ恵比寿自動公園なんですね。懐かしいですね。懐かしいです。すごいやばいですね、これ。これは当時か、これなんかあったような気がしますね。昔からあったような気がします、これ。だんだんもう、はい、黙っときます、すいません。まあ見てくださいなんてね。散歩の下り、ちょっと今パッてとっさに思いついたのであまりもうあんまり面白くなかったですね。バカ野郎バカ野郎、パンナイバカ野郎、パンナイバカ野郎。鉄棒が見えますね、鉄棒が、鉄棒が、鉄棒が見えます。おー、カラフルになってますね。昔はなんかもっとすごかったんですよね。じゃあちょっとここで昔の恵比寿自動公園を画像で振り返ってみましょう。ああ見えますね。見えない。スペシャルブランコと、これ鉄棒違う？これ違うか。場所が違う。狭かったのかな。こんなに広かったかなと思ったんですけど。はい、終わり、終わりです。かけろ、終わりです。散歩気分の動画を最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。じゃんけんじゃんけん、勝った人はラッキー。山の神を怒らせんな、山の神を怒らせんな、山の神を怒らせんな。山の神を怒らせたんだ。
おじごっこさんごめんなさい。